はい、皆さんおはようございます。ね、時刻は9時30分を回りましたね。はい、この FM 宜野湾 FM 小座同時放送の嘘のような本当の輪の時間です。で、2月の26日ということで寒いですね。今週もパーソナリティ土井秀人がゲストさんをお迎えしてお届けしたいと思います。最後までぜひお付き合いください。はい、ね、この番組ではぜひメッセージを、それ嘘、私にもこんなんあったよとか、ね、僕にもそんな嘘みたいな話あったから聞いてとか、はい、メールアドレスは泣くな797@fmginowan.com、ね、もちろん番組は YouTube ライブ、それから、映像音声をネット配信しています。ぜひ FM ギノワンホームページ、ね、見てみてください。アプリリスラジマイチューナーレディオダウンロードしていただけたらいつでも楽しめます。というわけで今週もね、嘘のような本当のは嘘っていうのが出るでしょうか出ないでしょうか。はい、それではですね、ゲストにいつものように、東京から W イーストの北条政宏さんお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。ねえ、今週も沖縄寒いですね。まだね、2月ね、東京はどんなですか東京から来るともう南国は本当にあったかいですよ、こっちは。今日はでもまだやっぱりさすがに長袖ですね。ね、でもね、私半袖になろうかなと思ったぐらいあったかいですよ確かにねいやいや、素晴らしくね、この沖縄の良さも含めてね、毎週いろんなお話をいただいてるんですけども、今日なんか沖縄らしいと言いますか、どうなんでしょう、また素晴らしいゲストの方をお迎えしてますがね、ビーチバレーですよ。これは沖縄以外にもねあるんでしょうけども、もう素人の私がそれなりに質問をしてみたいと思いますが、お迎えしてますゲストの方は川原徹さん、おはようございます。おはようございます、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ねえ、皆さんご経験、真似事、僕ね一回だけ人生あるな、そういえば。はい、元ビーチバレーボール選手のね、横浜出身でいらっしゃるね、川原徹さんをお迎えしていますが、ね、川原さんはね、ちらっと先ほど初めてねお会いして、はい、沖縄はやっぱり好きですか。いや、もうあったかいところ好きですねビーチバレー、やっぱりね、さんさんと照りつけるこうやっぱり太陽と綺麗な水のね、あの海が最高ですね。ねえ、なんかこう合いますよね。そうですね、なんかね、湿度もないんでやっぱ暑くても過ごしやすいです、やっぱり関東よりは、ね、はい、やっぱこうね、今ちょうどキャンプにこの間ね、あのプロ野球の選手皆さんがね来てたりしますけども、まあスポーツ どっちかっていうと野球よりビーチバレーかな僕はね、うん、素晴らしいあのご活躍をされてたということなんですが、バレーボールはもともとあれですか、部活かなんかですか。そうですね、高校時代とあと専門学校時代に、はい、一生懸命やってましたね、6人制バレーというものは。はい、それがまたあれですか、海が好きでっていうわけで、なんでビーチバレーに、まあ、まあ、あるプロ選手を見て、うん、いやこれをやらないで死ねないなと思って、うん、まあ職業も独立を機に自由にちょっとなったので、うん、まあ、趣味で始めようかなっていうのがきっかけですね。仕事をしながらですね、はい、なるほどですね、好きな、こともできるしと、そうですね、はい、体にもいいしと、はい、いうわけで、はい、ズバリちょっと打ち合わせにはなかったことをお聞きしますが、はい、加納さんが今までですよ、はい、うん、まあお若き頃で一つね、はい、くくりをなんですけど、うん、いかがですか、こう嘘みたいなお話エピソードあります。そうですね、やっぱりビーチバレーやってたんで健康にはすごく気使ってるんですが、うん、まあ選手を辞めてから、まあ、急にやっぱりこう食事の量とか、まあ、飲む量とかも変わらないので、うん、まあ、選手を辞めてから急に太ったりとか、あの体の体調がすごい悪くなってた時期がありまして、まあ、その時に何かないかなって探していろいろサプリメントとか飲んでたんですけど、おいくつぐらいの時ですか。ちょうどそうですね、6、7年ぐらい前だと思うんですよね、ちょうどもう42、3、今もう今年50なんで、はい、43ぐらいの時やっぱりね、中年としてやっぱり
生活習慣病が来ちゃいまして、はい、やっぱり、はいはい、やってきますね、はいはい、でまああのお医者様にですね、まあ、痛風ということで、まあ、ひどい数値が出たもんですから、まあ、3年ぐらい薬をずっといただいてたんですけど痛風のですね、まあ、下がらずにということで、はい、階段も登るのも辛かったですね3年間は、はい、土井さん痛風仲間ですね。いやいや嬉しいですねって言ったらね声があるんですけども、久々あのそれなんかねこう正直ね隠したいんですけど隠せないわけですよ。この痛み足は引きずってしまうし、はい、もうなんならね起き上がるのも嫌な、もう人生放棄したいぐらい私も痛風には悩まされた時にですよ、はい、ねここにあの毎週きちっとお越しいただいているあの北条さんとね久々に再会東京でしましてね、な土井さん何してるんですかって、飲みましょうなんて言ってから事務所に行ってから、でもうその時はねもうほんとピークでした。私も、うん、コルヒチンからなんとかからってね、はい、飲みまくっていたんですよ。なので引きずるような思いで、まあ、とりあえずでも酒はねやめられないのがまたこれ好きな人はっていうのでお話をねこの北条さんから聞きながら、うん、だからねなんとなくねなんとなくですよ小1時間楽になったような気にしたんですよ。ヘルニアも抱えてましたね私実は。あ、そうですか、はい、私もヘルニアの手術をしてます実は、はい、そうなんですね、はい、なんかあのスポーツ選手でいらっしゃるからちょっと私とは、ね、その辺がちょっと大いに違うんですけども、へ膝とやっぱり腰の手術をしてるんですけど、で私の場合は手術をしてるやっぱり箇所に痛風が出たんですよね。あ、だからあの つま先とかじゃなくかかととかじゃなくて、まあ、手術した左膝と、うん、あと 右手をやっぱり使うので バレーボール使ってたんで、うん、右 の手首に出ましたね、はい、いやもう弱いところ出ます、はい、気並みですけどやっぱり日常生活に支障がきますよね痛み。そうですね、あの階段降りれなかったですね、びっこですね、はい、そうですよね。それが何かやっぱり何かないかなという、まあ、模索をしておられた頃に出会ってしまったわけですね。そうですね、あの大田区の介護支援研究会っていいまして、はい、介護支援を研究している勉強会がありまして、私はそこのメンバーだったんですね。そこにある日あの北条さんがひょっこり来まして、はい、こんなものあるよとご紹介してもらって、で私があの水の事業を10年前にあの子会社を作っておりまして、で、まあ、H2O 水関係排水とかそういった水に関係はもう非常に詳しかったので、そこでご紹介いただいた水素ですね H2 ですね、まあ、これに関してあの基礎知識があったもんですから、これは効果があるんじゃないかと思ってすぐにもうお買い求めさせていただいて、もうそこからの付き合いなんでもう7、7年ぐらいずっと毎日吸ってますね。ありがとうございます。皆さんね、つい最近の方もね先月、まあ、ご紹介できたかと思うんですけど、ちょっとその辺の深みあるお話一旦 CM の後にね伺えればと思います。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当の話、ね、お話ということで、もう早くもちょっとね私もびっくりですが、こう痛風仲間といっては語弊があるんですけどこの痛みね、男性諸君やっぱどっちかって多いのかな、ね、40代過ぎると本当に、河原さんもおっしゃっていました、このね、やってくるんですよね、忍び寄ってきます、はい、成人病と言いながらいろんなパターンがありますけれども、ね、7年くらい前なんかやっぱりお年寄りの方にもいいかなと思って北条さん待ってらした感じですか、ちょいちょい。そうですね、うんうん、まあ、特にね河原さんも江戸井さんもビーラーですしね、うん、ビーラーの方はなりやすいですよねプリン体ってやつがいますから ね、もうこれ世界で一番好きな食べ物は何ですかと質問されたらビールと言ってますもんですから、食べ物でもねあれさえあればっていう、うん、私もビーラーです。あ、そうなんですね、発泡酒は許せないってよく土井さん言ってますけどね、はい、すいません沖縄の皆さん、あの私は
ビール本物が好きですっつってね、でもね体にきますよね、はい、不思議なぐらいもうね自分の足じゃないんですよ、で自分の足で痛くないはい、そんな、カラさん今日ここね皆さんにお見せできないのが残念なのか、すごい尿酸値でしたね、驚きますね、はい、はい、数前ですよねこれね、これも10月26日の血液検査ですね、尿酸 9.9 ですねすごいCRP 定量が 0.73 でもうこれはもう炎症が出てますね、ねえ炎症値ですね CRP っていうのはね、もう本当うそ、私でもね確か 8.5 いっててもそんなぐらいだったかなと思うぐらいですけども、カールさんそれでその頃、うん、はい、まあ、あの大田区ですか、はい、でのね出会いから、はい、でご購入をされて、はい、もう結構頻繁に時間があったらこうお花に当ててみて、そうですね、まあまあ本当に騙されたと思って1ヶ月吸ってみたんですね、うんうんうん、まあ10月26日にこれで、はい、結局買ったのが11月なんですよね、だから12月で次の病院が1月の11日だったので、1月11日にまあ検査したら尿酸値が 5.3 ですね、CRP 定量が 0.23 ってことは、まあ、炎症の数値が消えたということ、うん、半分以下、まあ、ちょっとなんかこれね今ね、実証実験ではないんですけど、2017年ですね、はい、うん、はい、確かな数値が表になってます、今、拝見しながらこうして、レポートをお伝えしているんですが、尿酸値9.9 ほぼ10あったのが半減してますね、 5.3 しかもそれがん2ヶ月1ヶ月ちょっとか、ね、はい、うわ、しかも年末年始の、まあ、忘年会やってますからね、新年会をガンガンやりながらビーラーの方がビール飲んでますからね、飲んでいたのにかかわらず、はい、さあ一切手加減なし、今週も行ってみましょううそっていうぐらいの本当ですね、すごいですね、のなんでしょう北条さん、改めて痛風に効いちゃうと言っていいのか、まあどうなんでしょうね、これ、まあ、ね、いつもお話してるんですけどね、水素もなんか直してるわけじゃないんです、はいはい、あの水素吸う、高い濃度の水素を吸うと体中の血管が広がって血流が良くなってるっていうだけのことなんですよ、その結果こういうことが起こっちゃってるってことですね、うん、だからまあ痛風は炎症なので、うん、そのやっぱり血管に炎症の物質が引っかかって痛みが出るわけですよ、それが血管が広がって血流が良くなってるからだんだん炎症が減ってきて、この炎症値にも出てる通りガコッと落ちてるわけですね、で痛みが出ない、で尿酸値自体も下がっちゃう、腎臓が元気になるから尿酸値自体も下がってると、こういうことなんでしょうね、解説しようとしたら。ありがとうございます、ね、今日、ね、初めて、ね、お聞きになる方も放送いらっしゃるわけですから、苦しみ、確かに今ね思い出しました、なんか何でしょう、詰まってるのかできちゃったのか、うん、これね引っかかってるんですね、引っかかってるんですね、これお聞きの皆さん、あの人ひょっとしてみたいな方とかね、あのちょっと教えてあげてくださいね、あの苦しんでる方のね、からさ、その気持ちって確かに当人しかわからないんでしょうけれども、これを知ってたらドクター水素ボトルって思いますよ ね、まあ、私のこの主治医っていうのが、はい、まあ、オリンピックの金メダルの後ろに出てるようなすごい有名な先生なんですけど、はその先生もびっくりしてましたんで、一緒にご購入して吸ってますね、私は。あ、そうですね、はい、これがきっかけです。もう先生にも愛をしていただいてもらってます。そうです、まあ、まあ名前はちょっと控えますけど、はい、はいはい、その先生はでも理論的にというか、医学上は何ですか、まあ、今でもその大学で研究されてますね、水素に関しては発表されてます。あ、はい、そうなんですね、スポーツ医学のご専門の先生ですね、はいはい、大変、まあ、逆に言うと水素も、あの研究をしていただいているっていう状況ですよね。スーパーオキシドディスメアネーゼという、まあ、抗酸化物質とか、まあ、そういうのと水素との関連がやっぱり同じような効果があるみたいで、まあ、いろいろそういう学会のとかも出してたらっしゃる先生ですね、はい、あ、なるほどです。
水槽、うん、がというより、ね、先ほど北条さんからもご案内ありましたように、こう血管を広げてくれて、はい、まあ、月並みですが、カラさんの生活は どんな変わりましたか。まず和式トイレが座れなかったんですね。もう今はもう和式トイレ座れますね。はあ、もちろん左膝は手術2回してるので、究極曲がらなかったんですけど、まあ、その痛風と関係なく今は和式も座れます、はい、素晴らしい、素晴らしい。ちなみにこれ放送、ね、お聞きの皆さん、身長は2メートル、2メートルです。ちなみになんですか、天井に当たりそうになってそうですで、いやいやまあそうですよね、はい、ちょっとねやっぱりスポーツ選手ということもありまして、うん、後ほどねちょっとそのアスリートにねうんぬんっていう話もちょっとさせていただけたらと思いますが、一旦またね CM を行きましょう。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。はい、嘘のような本当のはということでね、私、パーソナリティ土井秀人と、ドクター水素ボトルの、ね、北条政宏さん、それからゲストにですね川原徹さん、元ねビーチバレーボール選手の川原徹さんをお迎えしてますが、ね、川原さん先ほどからもうびっくりするようなね本当に体の変化を、ね、聞かせていただいてるんですけども、やっぱりまあね、まあ、ご引退という言い方が正確なのか、ね、うん、そう言いながらお仕事されていながらやっぱりこの効果を、ね、やっぱりアスリートの方々にって思われましたか、結構ご紹介されたりとか。そうですね、やっぱ仲間が欲しくなりますし、うん、みんなでやっぱ幸せになりたいっていうのがやっぱりありますんで、まあ、病気の方だけというよりは私の周りはみんな健康なので、うん、そういうスポーツとか現役の人とか、それこそね本当今でも海外で戦ってるような人たちに使ってもらって一緒に話はしてます。まあ、見た目もやっぱり変わりますんで、私も50歳で昔は真っ黒でしたけど、今美白でこう水素のおかげで美白でいられますけども、やっぱり日焼けするとすごくシミが多かったんですよね。でもまあ今見ていただいた通り、まあ50っていうとね、やっぱなかなか保てない部分があるので、美肌とかっていうのですね、まあそういうのはやっぱ体の中から綺麗になってるのかなと思います。はい、そうですよね、お若い、ね、自分なんかでも言われた時悪い気しないですもんね、はい、なるほど、まあね、アスリートの方、ね、私もちょっとデブ痛風デブって沖縄でね運転ばっかりで階段それこそ登らないもんですからね、はい、山手線がなくて、はい、うん、東横線もね、はい、まあそんなのあってアスリートのね北条さん方々にこれやっぱり好んでね、うん、効果がいいねっていうのってやっぱどういう理由だったりしますか、ね、そうですね、ものすごく言われますけど、うん、まあ、うんうん、一番ね水素で言われるのは活性酸素を取るっていう、消してくれるっていうことが疲れを軽減してしまうんですね、うん、なので練習しまくった後、練習しまくった後も修復に使えるし、うん、先にスポーツの運動前に吸っとくと自分がこう運動しながら湧いて出てくる活性酸素を水素が捕まえてくれるんですよ。そうすると疲れのダメージが出づらくなってスタミナが増すんですね、簡単に言うと。そして最近特に言われ始めたのは、その自分の中から乳酸ってかつてはね疲労物質って言われたんですけど、今疲労物質じゃないんですよ、乳酸はエネルギーって言われてるんですけど、この乳酸を燃やしてエネルギーを引っ張り出すことが水素ができるってことが分かってきたんですよ。またこれ、それで使われるといわゆるなんていうかな、ダメージを抑えられてパワーが引き出せますから、みんなこれ使うかなというふうになってきてるんですね。はあ、よくねまあまあ今は今でね有名な選手もやっぱりね、はい、某言っていい範囲がどれぐらいか分かんないですけど、非常にね、まあね、
YouTube で、まあ、那須川天心くんなんかはねもうしょっちゅう朝のルーティーンはこれですとか言って水槽を見せうちの水槽を見せたりしてますからこれは言っても怒らないと思うんですけど、ね、この前、ね、引退されて断髪式やった大変有名な横綱の方とかね私も大きい方ですね、うん、私も断髪式行ってきましたけど、うんうんうん、本当に皆さんやっぱりそれで水槽でものすごく元気になっちゃったって。なるほどね、はい、言ってますよね。全てのね川原さんのお言葉を借りますとね、スポーツ選手であってもそうでない方も幸せをね願いますよね。そうですね、本当にこれからのねやっぱり高齢化社会にねやっぱり健康でいたいという誰もが願う思いに叶いそうですね。そうですね、いいですね。今ね真っ盛りですけどね、あの野球キャンプね。そうですね、いっぱい使っていただいて、うん、そうだ、ご本人たちはや、なんか川原さんはこう優しいからこうやってね皆さんに使ってほしいって話しますけど、うん、プロ野球選手は絶対に私以外の人には言わないでくださいって使ってる少なくとも私が使ってることだけは絶対言わないでくださいって言いますからね。ライバル感がこう何ていうんですかね、すごいんでしょうかね。もうだから同じレベルで戦ってるわけですから、ああちょっとでもやっぱり目立たなきゃいけない、そのポジションを取らなきゃいけないっていう状況ではこのアイテムを他人に持たせるっていうことは、うん、チーム内で自分がレギュラーになれないって話になるので、スポーツによっては本当にね誰にも紹介してくれない人いっぱいいるんですよ。そうでしょうねこうイージーにね選手って言ってますけど選ばれるって書きますね、選ばれてなんぼですもんね。そうですよ、確かにね、他と戦う前にチーム内の争いがありますから。あ、なるほどね。皆さんラジオ木上さんいかがでしょうね。スポーツを通してそれからねあの普段の生活の中でもねやっぱりこの健康のありがたみを感じていただけると僕自身も思います。もうちょん切ってやりたいと思うぐらいの激痛だった足も治りね、あの清々しい幸せなこう笑顔あふれる毎日これね、なんとかちょこっとなんか何とかっぽいもん飲んでもねあれだけど、水素はとてもいいなと僕自身も思ってます。はい、そんなわけでね、今週もちょっとスポーツそれからね健康ということで、ドクター水素ボトルのねお話も出てきました、ね、ありがとうございます。じゃあ、川原さん、はい、川原徹さんまたね、はい、ちょっと面白いお話を、ね、興味深いお話聞かせていただけたらと思います。ありがとうございます。ゲストにお越しいただいてわざわざ宜野湾市までありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、小嶋さんもありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、またね嘘のような本当のままはということで来週お届けします。今日はありがとうございます。